皆さんこんにちは。今回も、GGO の、 あのレンのオーダーちょっと、リベンジしていこうかと思うんですけど、まあ、とりあえず、溜まったオーダー、溜まったオーダーじゃねえ、溜まったジェムが、まあ、1万くらいなんで、まあ、前回、ステップ1まで引いたんだっけな。なんで、1万で、ステップ5までいけるということで、まあ、ちょっとまずはそれ引いてから、今ねちょっと欲しいあの引きたいオーダーが多すぎてちょっと困ってるんですけど、このミトのこの斧のアクセルも欲しいですよね。で、まあ、強い人は別にいなくねっていう人もいるんですけど、俺はまあ、 あの欲しいんで引きたい、まあ、これは強いみたいですね。で、あ、そうそうそう、あのこの飛線っていうのでね、あの飛線がまあ、斧だと、まあ、マシな方の覚醒効果らしくて、一番いいのは、まあ、HP ゾーン斧の時の噴光なんですけど、まあ、それ以外だとその心眼とか、まあ、覚醒延長とかなんですけど、まあ、覚醒延長は、まあ、延長したところであのフルバーストがもう一回覚醒中に打てるというわけでもないので、まあ、もうモッドの時代じゃないんで、で考えるとまあ覚醒延長も、まあ、斧ではちょっと、まあ、微妙と、斧ではっていうかどの武器もちょっと、まあでも強いっちゃ強いですよ。覚醒延長すごいいいんですけど、まあ例えば51層とかね、モッドで、まあ、全体攻撃で火力出すっていうんだったらすごくね、まあいいんですけどね。あとこのねユナもね、ダカゼのフルバーストね、ダカゼが俺結構弱いんで、ちょっと99層ね行ってみたらちょっとね、ちょっときつかったということで、まあ、ちょっとね欲しいんですけど、まあ、とりあえずこのね、俺はもうね確実にアクセルの時代が来ると思っているので、これをまあ引く、まあそのアクセルの時代が来るって言ってるのさ、なわけねえよとか、なんかその考え方違うんじゃないかっていう人はいるんですけど、別にね個人で引く分にはまあね勝手にやればっていう感じじゃないですかみんな。まあ、だからとりあえず、まあ、これをね一周ね引く感じで、前回は、この小春が出たんですけど、このレンを狙っていく、まあ、これもね、水属性のスキル使用時にねダメージが 100% 上がる、3つのこのね3つスロット枠消費するやつ強いんですよ。この3つ分のね、まあ、あるん でコラボなんで今引かないとっていうことで、まあ、とりあえずちょっとね、引いていこうかと思います。レンが出たら、まあ、撤退してミトバースデーに行くっていう感じなんですけど、で長いこのね背景いいですね。お、アビリティですね。早く来てほしい。ステップ2では来ないか。やはりもう探検とかやめてほしい。もう探検前回来たんで、これ片手コンね、これ絶対来ないでしょステップ2。あ、アビリティだけど飛ばしちゃった。アグレッシブガイ、ディスティニーヒーローアグレッシブガイ、これですね。あ、ゴーアンスミスか。ゴーアンスミススミスってさ、なんでスミスなの。まあ捨て3なんで、まあさすがに来ないかな。捨て3あれですよね、あ、でも3つ確率が確かピックアップ3つなんで、1つ10点何パーセント。お、あ、持ってる持ってる。いらんいらん。あ、いるいると言えばいるけどいらん。これが確定枠。あ、レイピア、レイピア、レイピア、ん、え、ま、どういうこと。レイピア何が起こってる。え、フルバースト、フルバースト、何持ってる。あー、こなんでこれさ、無料で来たやつピンポイントでさ、まあ、フルバは貫突するといいからまだマシっちゃマシだけど、あのかぶりにしては全かぶりですね。いやー小賢しすぎるマジでマジかぶりとかさ、え、小賢しすぎんかマジでふざけとんのが。え、な、大事な捨てさんのピ、え、確定枠で何フルバースト演出見せといてかぶりとか、なんでそんな、あ、おお、来た、キリと来た、あとレンちゃんね、なんでそんな高度な嫌がらせず
そんな高度な嫌がらせしなくていいよ。ステ4か、まあ、これはまあいいけどね。あ、いいね、青いね、青くていいね。じゃあステ5いきましょう。これで出なかったらもうマジで悲しい悲しいだけ。そしてお金が吹き飛ぶだけ。おいね、マジで来てくれよ本当に。来ないとさ、俺お金なくなっちゃうじゃんマジで。はよせいよ、はよ、はい。ねえマジさ、出してくんないと俺さ生きていけないんだけど。いや生きてはいけるけど、勝手に引いてんの俺なんで。え、来い来い来い。なんでアグレッシブなんだこいつは。アビリティ、うわやばい、ゲップでそう死ぬ。あー、これもういいや、飛ばそう。もう探検もいいよ。もう直剣も来たけどさ、これが10連目か。おねげーだ、おねげー、おねげー。アビリティだ。こらっ、なんてことしよる、マジでよ。マジで犯罪だろ、これ。やめて、マジで。くっす。俺はキリトよろしくってボイス変わらんやろマジで。うわ小賢しいな。ちょっと課金する前に一回ちょっとステージだけ引いてみるか。ちょっとマジで連呼ないとマジ先進めないんだけど、次のステージへ進めないんだけど。なんでこれさ、一途な献身、フラッシュアーチャー、侮るべからず、鋼の意志。もう侮るよこんな雑魚スキル。まあ雑魚ってまあ使えるんだけどさ、 HP バフ効果中とかね、まあ、とりあえず1万ちょっと課金しますかね。あー小賢しい、マジで小賢しい。これはもうさ、これさ、マジで舐めてんだろ、ほんとに。なんか課金すると出なくない？もう。なんで？ひどいよ。課金してない時はのが出てたよ。ああ、もう、あとちょっと4つ引こう。うん。次出なかったらどうしようかな、マジで。ミトバースデーがさ、お、アビリティ、引か、来い。お、来た。あ、違う、あれアクセルだよね。おしやったー。なんでボイスない？あー、おーや、すげえ、びっくりした。マジでびっくりした。え、新規で、あ、俺あれ星コネクトっぽくね、今の探検の。これもう全部飛ばしでいいな。もう頼れない兄貴来た頼れない兄貴こいつマジ頼れなさすぎるんで。あー、やった。まあいいや、ここら辺で出たならまあ許容範囲。これはね、毒の時自身にかかっている状態上スタックを減少する。まあでもこれが闇か。あ、闇いいですね。フルバマザロサとかね、まあいいので。じゃあせっかくだから続けて、今時間あるかな、まだ時間ある。ミトバースで引いちゃいましょう。ミトでね、オノアクセルかアビリティ、ピックアップどっち来てもいいですけど、ちょっと欲しいですね。でちょうどね、8000ジェムくらい残ってるんですけど、多分一周6250ジェムなんで引き切れますよね。でなんか星音が出たとしてもまずかぶりはないと思うんで、そのピックアップ以外が出たとして。おマジでいきなり来る、ステージ。お、覚醒、え、覚醒。おー、いいね。おー、いいね。来たね。これはもうね、来てるね。これで、捨て3で、あー、ゴーワン。あー、これ強いらしいんだよね。HP50% 以上で攻撃力が25。もう強いね。うん、十分強い。じゃあ、捨て2行きますか。まあ、攻撃 20% っていうのが強いかどうかの判断基準みたいなところはあって、パワーライズさんもね、攻撃 20% 以上上昇するやつ、発動すると強いんですよ。で、なんかその、それ以外でやっぱ打属性の弱点ダメとか、例えば固定値と、
攻撃パーセントが同時につくのが、まあ、すごく良くて、ちょ、オノアクセル来てほしいな。オノアクセル来て、これか、これか、お願い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 、全然剛腕じゃない、全然剛腕じゃない。確かひるみ耐性つくだけだっけこいつ。何が剛腕やね。あ、剛腕だからひるまない的な。ちょ、捨て3引きます。え、マジで来てくれ、これもうやめて、マジで。これもういいよ、アビリティ。斧だけ見る。もう斧以外いらん、いらんわけではないが、なんかピックアップとか来たら嬉しい。あ、ピックアップじゃないやつか、来たら嬉しいけど、頼れない兄貴くんな。あー、ちょっと斧飛ばしちゃった。斧この野郎、この野郎、この野郎覚醒じゃ、あれ覚醒じゃない。あー、これ強い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 。あ、これはまあいい、これはいい。あ、これいいな。あ、これはいいな。あ、これはこれでいいな。じゃあスティッチだけ引いて、で出なかったら5000くらい課金しよう。これもう飛ばしちゃう。斧以外飛ばそう。斧欲しい、マジで。斧くれ。さすがに2周目は斧来るやろ。いや、来なかったら小坂して、あ、斧飛ばしちゃった頼れない兄貴。ハンサムガイはハンサムじゃない、全然。決意の剣、全然。何を決意して攻撃アップ20とかでしょ。あー、マジで、なんでこんな、ちょっとまだ、ちょっと待って、今ね、お仕事のね、休憩中にちょっとね、撮ってるんで、ちょっとね、5000円ね、課金しちゃいます。課金、もう最近課金してばっかだな。大丈夫か俺、生きていけんのかな。なんかクレジットカードの支払いがなんか7000ぐらいになった。7000じゃねえや、なんか7万くらいになってた気がするやばいな。ちょ、なんか最近俺なんか死んじゃうかもしれんなどこかでのたれ死んでたら、助けてね、誰かアグレッシブガイ、デスティニーヒーロー、アグレッシブガイってなんか言いたくなる。何がアグレッシブ、ね、アグレッシブベースライナーって知ってるかな。ルジンのダガー、明日への視線。明日への視線ってどこに向けてんだろう。明日への視線ってさ、あさっての方向とかあるじゃん。どこ向いてんねんって話しないやけど。あー、もうおとなしく捨て3引きます。小賢しいね。これはちょっとね、さすがに次来なかったらね、小賢しい、マジで小賢しい。もうやめてくれ、早く出してくれ、もうお願いだよ。もう死んじゃう、死んじゃう、マジお願いします、お願い。おのはあ、はあ、何、どうせ覚醒だろ。ほらもうやだ。あー、真夜中、ずっと真夜中で良くないのに。ちくしょう、ステージだけ引いとくか。斧以外と、もう斧ね、なんで斧出してくんないの、おかしくない。え、これなんか確率間違ってない、これ絶対確率。あ、斧飛ばしちゃった。確率と、こう逆に斧を飛ばすことでなんか出やすいとかない。頼れない兄貴、鋼の意志。これいつまで8月12、今日8月4日。あ、まだいける、まだいける、まだいける。で次5日後とかに1万5000とか1万お得パックが出た時にちょ買いますか。もう最悪まあいいや。あー、これさー、フルバー貫突したいから、まあ少しはまあ嬉しいけど、これは収穫があんまり。1,2,3,4,5 か、新規。あー、なんか結構引いた気がするけど、まあこんなもんか。でもこれ嬉しいな、これは素直に嬉しい。うん、ミトいいね。アスナマイスか、へえ。これね、投資にできるのがすごくいいね。戦術の幅が広がりました。でこれ強制4、あ、5なんで4とね被らないんで、
まあこんなもんっしょ。うん、これ何、これシャーペン、シャーペンか。まあこんなもんか。まあレンちゃん来たからまあいいとしますか。うん、まあだいたいこんなもんっすよ。うん、課金したら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると月の動画作りのやる気が出ます。ではまた。